はい、ワドツです。2018年2月の19日、22時48分です。ごめんなさい、もうコラボグダグダで。コラボやめようぜ、もう。画質も悪いし、システムも悪いし。あれね、運営さんにね、言った方がいいわ。運営さんに。ダメだね。ね、運営さんに言おう。もうコラボ機能できてねえよ、これ。なんでこんなことになってんだろう。こんなのさ、コラボ機能って言うと、これベータ版だったらまだわかるけどさ、こんな見れたもんじゃないよね。もうダメ、今日ダメっつうか、俺コラボ全然相性悪いの。あのね、スマホだと多分できるんだよ。スマホだと大丈夫なんだけど、パソコンでコラボはね、未対応にした方がいいよ、これ。コラボ安定しない。コラボダメだわ。はい、こんばんは。普通に雑談やろ、ストレスだもん。いや、ピンポーンって言って、出前来たから切るわ、っつって。もうね、俺ね、びっくりだよね。ピンポーンってなったら、あ、出前来たから切るわって、俺さ、女子高生のトーク、本域のトークをさ、3割ぐらい仕掛けたところで切られたんだよ。あれはねえだろ。いや、ドルさんね、出前ピンポン落ちはよくあんの。普通にプライベートで電話してても、ピンポンってなって、ああ、出前来たから切るわって、あれデリヘルだろ。あれね、出前じゃないんだよ。デリヘルなんだよ。うん。そう、間違いなくデリなんだよ、あれ。なんかロシア人とかなんだよ。だからすぐ切る。だって出前だったら別に普通に出ればいいじゃんね。あれはね、アスペとかじゃない。あれ、アスペとかじゃなくて、もっと深刻な何かなんだよ。もっと深刻な何か。まだ病名がついてないから、もしかしたらドレシンドロームとか新しくつくんじゃないの？ ドレシンドロームとかさ、なんか新しい病名つくと思うよ。いやー、まあまあまあ、なんか最近格闘技のジムまた別の行き始めて、疲れても飯作れないって言ってたよ。いやー、でもあのガラガラの声は面白いな、ちょっとな。あの人、なんか、惜しいよな。なんでこんな美味しい声の時に放送。普通だったらさ、配信者のある程度の人だったら、声潰れたラッキーって思うの。今日ネタ考えなくていいや。ネタ1個できたラッキーって考えるんだよ。あの人バカだよね。声潰れたから配信できないって。お前、乙女かよみたいな。バカすぎるだろみたいな。あれ、ニコ生の配信者だったら、うわ、今日美味しいわって考えるじゃん。もう今日楽手抜き放送だわって。美味しいし面白いしって。ねえ、普通だったらさ、リスナーは、ねえ、人笑い取れるわけじゃん。何言ってかわかんねえよだけでコメントバンバン走んのにさ、分かってないんだよね、あの人ね。そう、いじってもらえるっていう概念がないの。ねえ。いや、ガチなんだよ。そう、全部ガチなの。リスナーのいじりは計算全部入れてないの。全部入れてない。あれはびっくりする、本当に。笑われたくないっていうかね、冗談が通じないおじさんっていなかった。冗談が一切通用しないおじさんっていたでしょ。まさにあれ。冗談が一切通じない女子。女子じゃない、上司。いじられるのが嫌いっていうかね、いじりっていう多分概念が分かってないと思う。いじられるとかいじるっていう概念が分かってないの。あの声で1時間定時配信すればね、面白い。まあ、30分でいいと思うよ。引っ張れないから、あのネタは。30分フリートークでめちゃくちゃ喋って熱く。で、30分間何言ってるか分かんなかったっていうオチは絶対面白いんだよ。鉄板で面白いんだよ。もうずーっと聞いてられるの。その概念が分かんないんだろうね。絶対面白いじゃん。朝あの前見た映画なんだけど、めっちゃ面白くて、あ、お前笑うでしょ、な、あ、何言ってんの。とか言ってればいいんだよ。これだけでめちゃめちゃ面白い放送じゃん。めちゃめちゃ面白いじゃん。いや、だけど、俺のトーク待ってるから、俺のトーク聞かせられないって考えちゃうんだよ、あの人は。バカだよね。普通にもうずーっとそれで、なんか映画いいよねみたいな感じでね、
何言ってるか全然解読不可能であればあるほど面白いのにねえ、いやらしくないっていうかね、その計算が全くできないんだよあの人。そう、綺麗にやろうとすんの、綺麗に。そう、ダメ、喉マジで潰れるわとか言って、30号がどれだって分かった、ね、コメントで誰だか分かるってもう病気だよね。匿名の意味ねえからね、一人だけ分かる、30号がどれっていう、ね、なんだろうね、うん、ドルさんいくつ年上なんだろう、54歳だから22歳年上だから22歳の時の子供だって言ってもおかしくないの。ドルさんの22歳の時の子供ですでもおかしくない年齢、うん、あ、手話とかね、そうそう、38号、そう、もうなんかいきなりずーっともうこうやってそう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 ってなんだかわからないけどずーっとやって、何何って、何やってんのドルさんって30分間やり続けて、後半の15分はいきなりガラガラ声で何言ってるかわかんないとか、絶対面白いじゃんそれは面白いね。だネタっていう概念がないんだろうな、多分ね、ドレさんにネタっていう概念が存在しないんだよ。筆談とかねキュッ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 、お、こんにちは、キュッ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 、みんなごめんね、キュッ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 、何の話するっつってね、それめちゃめちゃ面白いじゃんねなんだろうね、何でもできるのにね、もう神様からのプレゼントなのに、うん、あ、筆談はやっちゃがやってるんだ、うん、みんなごめんねがリアルだね、ドレさんはキツネ面白くないんだってやってて。でもね、そうなんだよね、あのふわっちの配信者、ツイキャスの配信者がよく言うのは、キツネやってて面白くないっていうの、あのね、どうさばいたらいいのか分かんないが本音だと思うよ。あの匿名コメントに対して慣れてない、圧倒的に、あのね、多分ね、さばき方が根本的に違うんだよ。お手は、あのね、俺がね、ツイキャスに行った時やりづらかったもん。ツイキャスである程度、その小手半だけの人のさばきっていうのを覚えたの。だからね、これはね、ニコ生の生主なのに多分できないんだと思うよ。慣れてないんだと思う。そう。で、普通はニコ生の生主はなんだ、ニコ生と変わんないじゃんで終わっちゃうんだけど、俺がたまたまハマったんだよね。アイテム飛んだからといって続けるとは思えない。ニコナは無理だね、ドレさんは。もしくはキツネ枠でニコ生に乗り込むための準備をするとかの練習だったらいいかもしれない。あ、キツネで、あの便所さんはできるか、便所さんはできるね、うん、むしろキツネで多分12時間配信できるのは多分俺だけだろうね。ドレさん泣くだろうね、ニコ生で絶対泣くと思う、絶対心折られると思う、ボロッボロにされると思うよ。多分ね、最初の7日間ぐらい怒鳴り散らすんだよ、ずーっと怒鳴るので、多分ね、1週間ぐらいして急に泣いて引退しますっていう流れだよ。ドルさんがニコ生だったらもう手に取るようにわかる。7日間綺麗に綺麗に切れて、最後泣きながら引退しますって言って、コミ爆破の流れまで読めるもん。だけどそれはあくまでニコ生しか居場所がない前提ね。今ふわっち行けばいいやだから、すぐやめたで終わりなんだよ。メンドさん時々やってるね、ピュアっていうかな、なんかそのなんだろう、なんだろうな、これは難しいけど、その配信者のお約束っていう経験値が一切なくて、大手になっちゃうとこうなるんだっていう典型かな。その下積みとか、そのパターンって絶対あるんだよ。もう
押すなよ押すなよって言ったら危ないよ崖から落ちて何やってんのって言っちゃうタイプの上島竜兵が押すなよ押すなよって一人で言ってる時にいや誰も押さないよって何やってんのこんなとこダメだよっていうタイプみたいなみんなで熱湯なんて火傷しちゃうよっつって揉まれてきてないんじゃないんだよな経験なんだよなこれそう怒ってキスする流れでここまで顔近づけてあーって言ってぶん殴るタイプだよぶん殴るタイプ、うん、てめえ本気で言ってんのかっつって殴るタイプだよそう振りにマジレスマジギレタイプねそう寺門呪文タイプだねそうだね、うん、あ寺門呪文だなそんとだわあの肉を熱く語る感じとかその芸人がその肉をちょっとディスったりすると本気で切れてカメラ止めろっていうタイプだねうんあーわかるわ寺門呪文似てるかもしんない芸風うん似てるわだからネイチャー呪文系でいけばいいのかあ寺門呪文かすげえわかるわわかるわだからネイチャー呪文みたいな感じでそのあ格闘技の話とかもネイチャー呪文だと思って見ればいいのか俺はクマに勝てるみたいなあれは武井壮があのネタ持ってったからねもともとあの寺門呪文のキャラクターだったんだよあの格闘技で俺はどんな生物でも勝てるとかヒクソンにも勝てるっていうあれをねうまく盗んだのが武井壮だったんだよねその寺門呪文があのキャラで売れる前にパクったんだよ、うんよりお茶の間に届きやすいキャラに変えたんだよね。俺はね、多分品川庄司の品川タイプだと思うね。俺は。要は、俺は芸人だけじゃないみたいな感じを出してて、みんなには嫌われてて、でもそこそこひな壇とかもこなすけれども、あんまり好かれなくて、みたいな。まあ、うまいんだけど、鼻につくっていうか、その、なんつーの俺は多分品川庄司の品川タイプだと思ううん自己分析するとあと映画撮りたいとか言ってる感じもそうじゃん、うん、ねでね石川紀之が多分ビートたけしなんだよ石川紀之はビートたけしなんだよね圧倒的なパワーがあるうなちゃんまんはしんすけさんとかのポジションでしょはいこんばんはドレさんはどうなるんだろうな今後ドレさんはどこに行くんだろうな才能ないけど頭でなんとかするいや器用貧乏なんでしょあーしんすけは鮫島さんかあー分かるかもしんないうなちゃんはどこだろうなうなちゃんマンはどこだあれ特殊だよねうなちゃんマンってうなちゃんマンなんだよなあれはちょっと特殊なんだよなしんすけさん鮫島さんちょっとわかるかもしんないさんまタイプか喋って喋り倒すタイプ誰だろうあ森ゆきさんさんまかもしんないな意外と森ゆきさんさんまかいやドレさんはそうマッハ祭り断られるのが美味しいって思われないといけないのだけど多分本気で出たいって思ってるんだよもう散々むしろなんならね桜井マッハ隼人さんにガチ切れされるぐらいが美味しいって思わないと配信者はダメなんだよ絶対ニコ生主だったらマッハさんにクレームが来たっつったらマッハさんに DM 仕返す枠とかやるはずなんだけど絶対やらないと思う本当に出たいんだと思う金梅さんがもしあの流れだったらマッハさんと絶対揉めて仲良くなると思う。ユイガさんは何だろうユイガさんは田村厚志とかかな、うん、いやだからねもったいないんだよなドレさん。ドレさんはね逆境をね美味しいって思わないのが最大の
なんつうんだろう、ダメなところっていうか、逆境で何度この人美味しいんだろうと思ったことあんのに、俺だったらこうやるのにっていうチャンスはめちゃめちゃ恵まれてんの。女を晒されるとか、ツバニャンと揉めるとか、あのさ、俺さ、今だから言うよ、あのさ、ツバニャンと別れた後の3ヶ月間本当に意味が分かんなかった。俺の女悪口言うなよ、爆走っていうのやめてくんねとか、あの痛い、ただただ痛かったの。もうツバニャンと台本組む流れじゃん、ツバニャンと罵声言い合う流れなの。ツバニャンは頭いいからドレさんって配信者として認めて悪口言い合おうねっていう約束をツバニャンが振ってくれたのよ。で、そしたらお互い盛り上がるよねって。それはパルパルも分かった。金梅さんも分かったの。ドレさん、俺の元カノの悪口言うんじゃねえよ。リスナー全員、はぁ、あ、嘘でしょ。リスナー全員、嘘だよね。ね、ツバニャンが、それツバニャンブロックするわ。それはツバニャンブロックするわ。びっくりするんだよ。配信者としてもう、なんつうの、もうわかるでしょっていうところがわからないの。ね、リスナーのアンチも気を利かせて、その流れ組んであげて、爆走って言ってるのにマジギレ。振りが全、ドレさんに振り一切聞かないよ。ドレさんに振りは一切聞かない。そう、しかも遅れに遅れて、あの時言わなかった、あの本当に別れた直後に言わないといけなかった悪口を今言い始めてんの。今言い始めてんだよ。嘘だろみたいな。今はパルパルとツバニャンの流れだから、もうないよ、ドレさんっていう。ドレさん、ドレさん今ディスってもチャンス来ないよっていう。気づくのが半年後だからね。だから、その、便所さんのお膳立てで、ドレさんをメインカードにしようって。前回頑張ってくれたからメインカードで悪口しようって。スパーリングもして仲直りをして、捨て頃に出る流れ組もう。フルボッコ。便所さんのドレさんメインマッチ、強いやつも用意した。さて、ドレさんで盛り上げるぞって。よし、じゃあ喧嘩をしよう。ドレさんディスっておこう。よし、その前のスパーリングで、捨て頃決定の前のスパーリングで仲直りだ。ボッコボコ。鬼ボッコボコ。嘘、全員、その場にいた配信者全員、嘘でしょ。嘘でしょ。あれは面白かったね。そこが面白いんだけどね。そこが俺は大好きなんだけど、全員ドン引きさせる、その、ピュアミ。言いたいけど声が出ないよ。いい、この感じで。こう、もう30号がどれっていうね。もう言おうぜ。今声出ないからチャンスだよ。あのね、アスペとかじゃないの。本当に病的なの。病的なの、本当に。言いたいけど声が出ないよ。つってざまる。ちなみに30号は絶対ドレさんだから。うん。今言いたい放題だ、本当。でも、これが、リスナーが思ってるところだよ、全部。ドレさん。今、やっと配信者としてそうだったんだって多分なってるんだよ。なるほどね、つって。うん。ヒール役を嫌ってヒールになってる。いや、ヒール役じゃないんだけど、なんて言ったらいいのかな。あのね、先輩アザスとか、美味しくしてありがとうございますっていう概念がない。ドレさんは。あのね、だから美味しいとか振りっていうその概念がゼロなんだよな。だからね、ドレさんはどこを美味しいと思ってるのかちょっとわかんないんだよな、もう。もう遅いんだよ。すべて手遅れなんだよ。だけど、ドレさんのすごいところって、神がかって次のネタが来るんだよ。で、次のネタがそのままどっかに行くんだよ。もうね、そういう楽しみ方しかできないの。おっきい神回みたいなネタが来るの。例えば、うなちゃんマンの家に招待されるとかって、もう神、例えばね、俺、そう、もう一個出てきた。俺前回のね、あの、うなちゃんマンだよ。かのレジェンドが、ライバルが今いない状態で、ようやく見つけたと。ドレというおもちゃを見つけた。ドレさんも閲覧上がった。うなちゃんマンも閲覧上がった。お互い罵り合う。正解、珍しく正解。いいよいいよってみんななってたの。
こっちのうなちゃんまアンチはどれさんに行き、どれアンチはうなちゃんまアンチ行き、盛り上がる盛り上がる、いいぞいいぞいいぞ、よし家に行くぞ、神会が起こるぞ、仲良し、うなと仲良くなる、全員で嘘でしょ、マジかマジかって、半年間何をやってきたんだって、ウナも、いや、びっくりだよ、全員が。全員びっくりしたでしょ、あそこ。いや、もう、クワガタしかないと思うわ、ドレさんには。いや、もう本当に、数々の、もう振り、先輩方からの振りが来る。すべて、ありがとねーって。おーんおーんって。すごいな。そう、トムとジェリー理論がないんだよな。いや、見え見えの台本がいらないって言ってる人はドレさんのところに行くべきだよ。うん、ドレさんの放送楽しいっていう人だよ。うん、もう毎朝早起きしてクワガタいっぱい撮るしかないよね。うん、和道枠ピュアミン代表のドレを可愛がってやるよ。だからね、あのね、もうね、ゴテゴテになってるんだよ。あのアンチが増えてピュアミンが怯えてコメントできなくて、アンチもブロックされるからコメントが書けない。ただただ閲覧が増えていく。この流れだと思うの俺、ドレさんの今の流れって。母体がすごい大きい。アンチはブロックが怖くていじりすらできない。囲いはアンチが怖くてコメントすら書けない。うん、もうだからね、もうなんつうんだろう、みんながみんな、なんつうの、もう誰かどうにかしてよっていう。素材は天下一品よ。素材はいいの、素材はいいの、持ってるの、間違いないの。俺はね、ドレさんと似てないよ。俺はね、根本的に違うよ、結構。うん、そうなんだよな。俺ね、でもね、ドレさんはまた来ると思ってんの、何かで。俺ね、違うの、これね、俺予言しておこうか、俺これ本当に予言しておこうか、ドレさんね、一回その流れ掴んだらすげえ配信者になると思う。一回、そうね、まだね、一回も手応えがないの、これだっていうの一回掴んで旨味手に入れたら、あの人化け物になるよ。これ予言しておくよ。いや、あのね、放送作家じゃないの、要は芸人としての勘がまだ分かってないの。要はこいつ売れるなってみんな思ってんのよ。こいつやばいな、売れるなって思ってるけど、あれ勘違いかもってなってんの。だけどドレさん本人がこれかっていうのを掴んで炎上させることができて、旨味を知ったらもうパターンができるの。そうしたら爆発的に伸びる。もう振り切ると思うよ、誰も勝てん。要はね、本当にピンの放送で金梅さんとかよっさんとかに並ぶと思う、うなちゃんとか。そう、俺はね、それいつか来ると思ってんので、俺はそれを掴んだ結果売れなかったタイプなの。掴んだの、掴んだけど才能がなかったタイプなの。だからその感覚はわかんの。ドレさんまだその感覚持ってないの、配信者の感覚。いや、世間がついてないんじゃなくて、世間は期待してるけど本人がついていってないの。世間の期待が過剰になってて、要はチャンスが巡ってくる、運が強いから、そのなんていうのかな、そこなんだよね。そのセンスがあるかじゃない、経験だと思う俺は。センスじゃなくて、誰かがパチンって気づくか、何かしらの事故って本人がスパンって抜けた時にとんでもなく伸びると思う。で、その時初めて本当に誰もが認める大手になると思うよ。その切符は掴んでると思う。うん、老いぼれ芸っていうか、なんだろうな、それがどこに来るのかなんだよな、いつ来るのかなんだよな。俺はまだね、いつか来ると思ってまだ張ってるんだよね、実は。そうなんだよね、配信者として腰が引けてるっていう言い方でもあるしね。そう、いろんな表現の仕方あるんだけど、で、その感覚さえ使えばね、3ヶ月に1回神会を起こせばいいんでしょうとか、3ヶ月に1回事件を起こせばいいんでしょうっていう感覚はつかめるんだよ。で、大丈夫なんだよ。あ、来てくれてありがとう。
声が出なくて困るじゃなくて、声が出るのが美味しいんだよ。なんでわかんねえんだよ、こんだけ説明して。全員わかってるんだよ。140人全員わかってんだよ。キツネ30号だけわかってないんだよ、こんだけ話して。声が出なくて困るなーって言ってんの。病気だろ。まだわかってねえ。ドレさんだけわかってないんだよ、この話。うん、いやまだねチャンスは来ると思ってるんだよね、うん、だからうさぎ泥棒、橋本事件、ロハコ事件って、あの頃俺コンボ叩き続けてたでしょ。あの1ヶ月の間をおかずやりまくれてるの。その後誰とコラボ、誰とコラボ、誰とコラボっつってもさ、そう一回経験しておいた方がいいよ、うん、徹底的に叩かれるっていう、うん、手遅れではないと思うね。まだ手遅れではない。本当の手遅れはあの閲覧が如実に減るから、まだテコ入れ大丈夫、全然余裕でまだ間に合う。バカ4つありがとうそうなんだよね、もう可愛いにしていくのが一番いいかもしれないね。あのそう、もうボケてる老人を前面に売り出すっていう手もあるんだよ。そう、あのもうボケキャラに行くっていうか、やっぱツッコミが必要になるんだよな。そうなるともう、ね、そうなんだよね、天然で可愛いのキャラになっちゃってきてんだよね。そうそう、バールの前にね、鮫島さんと俺と鶴之進の3人だけなんだよね、あの城の中に侵入して。で俺と鮫島さんは未遂で終わったんだけど、最後の門を突破したのが鶴之進だった。あー来てくれてありがとう。突っ込んだらブロックっていうかね、うん、うん、俺ね多分ね近々女のスキャンダルがまた出るんじゃないかなっていうのがあるね。もうねドレさんの最終的な武器はね、女のスキャンダルを待つのが一番いいと思う。絶対女のスキャンダルは降ってくると思ってんの。俺のゴーストがささやくんだよ俺のゴーストがビンビンささやくの。絶対に今年っていうか、もう今年中にでっかい女のスキャンダル絶対来るなっていう。そう、今忘れてるけどね、なんか来そうな気がするんだよね、うん、そこの期待と安心感はあるから、そこが最後のチャンスかな、うんうん、そうね、憎たらしいじいさんなのはそのみそぎが終わってないからでしょ、うん、うーん、ありがとう73号さん、ハートありがとう。そうなんだよね、スキャンダルと炎上がない配信であそこまで行ったっていうのはなんか不思議なんだよね。全部未遂で終わったんだよな、うん、なんで、あん、まあ逆にあれでうまくいってるのからいいかもしんないんだけどな。難しいよな配信って。でもね、神回を起こさないで閲覧500って変な配信者だよ。みんな炎上してるし、みんなみそぎは終わってるじゃん。有名配信者って全員スキャンダルか炎上経験してるのに、なんでなんだろう。それか統合失調症が悪化して全裸のターミネーター六本木配信を待つかだね半年間放送は見れないけど、あのニュースに乗っかって、あの全裸の、あの2年3年前に行われた全裸で六本木ターミネーター配信を、そう本気のやつね。で処置入院で半年間俺らは待つけど、半年後ぶっぱねるっていう、うん、そんな感じかな、うん、リスナーとのギャップを笑う配信できればアンチとファンの両方喚起。あー、まあいい分析だな、うん、俺は花火花火あんま言わない方、いやまあネタで言うけど、ネタで言うけど露骨なやつはやんないかもしれない。あのね、
俺はね、したたかな感情を出すと嫌味だから絶対そこは気をつけてる。要はこれギャグだなっていう風に分かる感じで、おい、ところでよ、花火どうなってんだよっていう言い方する。分かる？もうそのなんつうの、花火がないのをネタにしてるの、俺からすると。そういう言い方はするけど、俺が、あー、ごめん、沖縄行きたいから花火花火欲しい、沖縄行きたいんだよねってやると、うわってなると思うの。沖縄のリスナーさん会いたいでしょって、沖縄のリスナーさんを、あ、やっちゃったよごめんなさい、75号さん、花火ありがとうございます。嘘だろこれでいいの違う、今そういうタイミングじゃない。花火さんごめんね、ファンタスティックなんかかわいそうなことしちゃったんだけどちょっと待って、え、花火今ごめん、今買ってくるよっつって、すげえなんか騙した気分。ちょっと待ってよ、これはなんか申し訳ないよ、これはさ、事故だよね、ごめんね75号さん、そういうつもりじゃなかったんだよ、ありがとね、優しい、本当に。そういうつもりじゃないの、今のは。なんか反応しちゃったんだね。あ、花火さんってそういう感じなんだろうね。え、マド君、花火欲しいの、待って、みたいな。いや、腕上げたなっていうか、もうこれは75号さんの一本ですよ。ありがとうございます。聞かせてやってるんだから金よこせって態度が絶対花火たくなくなくなる。俺そんな感じかな。聞かせてやってるんだから花火よこせ。聞かせてやってるんだから花火よこせ。それはね、どうなんだろう。ネットってもそもそもそういうもんじゃないと思ってるかな、うん、あー、水木ちゃんか。あー、そういう感じかもしんないな、っていうかな、どうなんだろう。なんか俺、水木ちゃん最初の頃好感持って応援してたけど、これ俺のあくまでの感想なんだけど、浮気してねえか。これ最近俺ちょっと水木ちゃんの考え方変わって、水木ちゃん最初好感持ってすごく応援してたんだけど、子供いて、あれ、リスナーと寝てねえかっていう風に俺は思うようになっちゃったね、正直ね。ごめんね、あの、寝てるかどうかは正直わからない。でも今の配信を見てて、え、リスナーと、これ男リスナーと寝て花火もらってねえかって思っちゃう、俺は今。それは事実かどうかとは別として、うん、2時間しかない、どうする、何の話、何が2時間しかないの、うん、和道は聞かせてやってる感じはしない。それはどれのこと。あのね、あの、根本的なんだけど、あのね、聞いてもらうっていう感覚がないとダメだと思うね。あの、なんていうのかな、これはもう配信論とかじゃなくて、あの、聞かせてやる、見せてやる、それで通用したアーティストとか俺は見たことがない、うん、どんだけ悪ぶってるやつでも、あの、その態度をしてるアーティストで売れたやつ見たことないわ、うん、あのね、聞いてくれてありがとうっていうのが似合うアーティストがいるの、アイドル系でも。それを言わなくても、その矢沢永吉でも、なんかサンキューみたいな、うん、とか一緒に頑張ろうみたいな言い方とか、要は一体感を作っていかないといけなくて、なんかね、そう、聞かせてやってるっていう態度が少しでも心の中にあったら、あの、ファンはそれを見過ごさないと思うね、うん。ピストルズとかクラッシュでも客に唾は吐かないと思うよ。ピストルズとかクラッシュがなんで反体制で素行が悪いのにファンがつくかっていうと、戦ってる敵はオーディエンスじゃなくて国だったから。要はアナーキーインザ UK になぜ同感するのか、あの、ファンに対して言ってるんじゃなくて、戦ってるのがエリザベス女王でしょ、ゴッドセーブザクイーンとか。だから同じ、一緒に戦おうぜっていう感じがあったんだと思うんだよ、うん、だから俺らは別に悪同士だから慣れ合う必要なんかない、そう、俺らは自由で暴れまくって構わない。だけど
シドが客を殴ること、シドはギターをベースを壊すかもしれないけど、シドは客を壊そうとしないと思うんだよね、うん、でさらに言ったら自分を壊そうとするアーティストの方が売れる気がする。尾崎豊、シドビシャスで自分を痛めつける、カードコバーンもそうでしょ。だから金梅さんがそれに近いかな。あのリスナーにその何か訴えかけるとかじゃなくて、自分をどんどんいじめ抜いていく。鮫島さんにもそれがあるんだよ、うん、そうそうそう、自分をいじめていく自虐的なところが惹かれるんじゃないのかな、うん、30号配信もう枠開きなさいよ、多いじゃないよ、うん、和道にはなぜか投げたくなる時があるから俺の負け。それはね、多分ね、本当に俺はね、どちらかっていうとネタな時なのかガチな時なのか自分で分からなくなるの。多分ね、そこをみんな待ってるのか分かるの。あのね、要はね、これ多分自己分析で多分当たってるところなんだけど、俺はネタも器用にこなせるんだよ。だけどたまに何かの歯車がアスペ感が出てネタじゃなくて切れちゃう時が出るので、俺は極力その自分が嫌いなの、怖いの、その自分を最も恐れてるんだけど、アンチとかは多分それが好きなの。要はそれが本当の和道だって思ってるの。そっちの和道が本当俺らの好きな和道だ、もっと暴れろ、もっと狂えっていうのが分かるの。だけど俺はどんどんその心が減らっていくのよ、それをやると。俺こんなの俺の気持ちじゃないのに悪いことしちゃったって揺れるのよ。なんかね、そのね、本当なのか嘘なのか、その自分なのか自分じゃないのかっていう、その本気で怒っちゃったり本気でずれちゃったりするときに、なんかアンチが囲いになったりして、で傷ついたり減らったりとか調子悪くなるんだよね。それがあると思う。俺は葛藤はすごくあるね。俺は葛藤はだからみんな助けてくれるんだと思う。本当にダメになった時に俺はいつも助けてもらってんの。そう、本当にダメになった時いつも助けてもらってんの。だからね、2月助けてもらってんのはただ1月が本当に困っただけだと思ってる。あ、これ本当じゃんみたいな。そう、本当にやべえじゃんこいつみたいな。多分それだけだと思うんだよね。うん。12月は本当にイライラしててリスナー辞めるところだった。見抜いてやれなくてごめんな。あのね、難しいよやっぱり。そうね、あの俺もリスナーに対してすごいコミットっつうか、その感情がすごく入るんだよ。でも入ったら負けなんだよ。本当はプロとしてはリスナーさんに感情は入れたらダメなの。でもね、俺はね、感情すごく入るタイプの、一人一人に。だから怒れるの、本気で。だから本気で笑えるの。だけど本当はすごく距離、いい感じの距離を取らないといけないんだけど、それをね、踏み間違える時があるんだよね、俺が。だから本気で怒るから本気で嫌いになるし。うん。だからね、本当のことを言うと、その、イライラさせた俺が悪いって考えないといけないと思うの。配信者は絶対に。イライラさせるんじゃなくて、その、ワードをイライラすんなよって言わせないといけないんだよね。あくまでそのなんつうの、この人こうだよなって客観的に見せるっていうのかな。だけどね、俺がね、リスナーさんと踏み込んじゃうから、リスナーさんと恋人とは違うけど、家族とか恋人ってさ、めんどくさいじゃん。そこまで入っちゃうから、だから狐って強制的にそれがバッて離れんの。俺が誰だか分かんない人に話してるから、もう舞台に上がってる感じがあるんだと思うの。だから多分距離感がすごく噛み合うの。だからその思いが強くて、好きだって言ってくれてる人は声援をバーって飛ばしたり、花火ドカーンって、いや和道好きだよっていう気持ちが入ると、距離が遠くなった分届けたいって思うんだよ。で、今までは俺は好き好きだから本当に慣れ合っちゃうんだよ、リスナーさんと。それがプロじゃなくなってるっていうか、だから強制的にそのなんつうの、舞台ってね、あのライブハウスでバンドマン何度も見たから分かるけど、みんなはアーティストが鮮明に見えるでしょ。アーティストって実はスポットライトが眩しすぎて客見えないんだよ。知ってた？これス
スポットライトが眩しすぎて客の顔が見えないんだよ実は。だけど客が見えてるようにありがとうってみんなにこうやってやったのあれ振りなんだよ実は。ライブハウスとか舞台って全部見えてないの。それをそれが近いかもしれない狐枠っていう。うん、だからその顔が見えないわけ、名前が見えないわけ。だからその強制的にそうなってるから気楽に喋れるって、対全体に喋れるっていう、うん、それはね、噛み合ったかなと思った。慣れ合うなっていうよりもね、俺がね、多分ね、リスナーさんのこと異常に好きなんだと思う。だから異常に嫌いになるんだと思う。うん、異常にリスナーさんのことを好きすぎるから異常に嫌いになるの。だから俺から離れていった人も俺のこと多分大好きだったはずなの。俺はだからすごく申し訳ないことをしたなって思ってんの。俺のこと好きだから俺のこと大嫌いになったっていう感覚わかるの、うん、二度と見ないっていうぐらい嫌いになった。でも配信っていうものの不思議なところで絶対に見てるんだよ。見ちゃうの。だから辛いの。要はね、 SNS で元恋人がやっぱ気になって検索しちゃうみたいなもんなんだよ。そう、だからその狐枠っていう強制感だったらその見やすいじゃん。要は俺が見てるよって言わなくてコメントも書けるじゃん。要は声援と一緒なのよ。バカ野郎とか言えんの。今日の曲なんだよとかさ、ヘタレとか言えんだよ。そう、それがねすごくいいんだ。いや俺は分かってたよ。俺は分かってた、分かってたけどどうしたらいいか分かんなかった。どうしたらいいか分かんなかったんだよ。分かってたんだよ、分かってたんだよ。みんな見てるっていう、切ないんだよ。だからね、俺ね、実はね、そのリスナーさんとコツで電話しないのもそれの一つなの。本当はみんなと仲良くやりたいの。そう、そう、俺は忙しいって言うしかなかったの。本当はみんなと仲良くやりたいけど、実はその距離感がないと本当にファンとして楽しめないんだよ。切ないよ。どんどん孤独になってくんだよ。どんどん孤独になってく。だからね、なんかね、そう、孤独になればなるほどどんどん良くなっていくんだよ。不思議なもんで変なオーラが帯びてくんだよ配信者って。そう、孤独に強くなっていくと不思議だよ。ファンからはどんどん愛されていくんだよ。でもね、友人は誰もいなくなっていくんだよ。友人はいなくなっていく。本音で話せる人なんかいなくなっていくんだよ。そう、だけど舞台の上で本音をぶつけられるようになるの。友達に聞いて愚痴聞いてはできなくなる。だけど舞台で全部ネタに変えるんだよ。だからそれが一番理想形だよね。全部ネタに変えれば、うん、花火が上がっ、え、知らなかった？花火上がってるから今日喋ってんだよ。花火ファンタスティック上がったから熱込めてるだけだよ。え、気づかなかったの？花火これっすよ、これっすよ。いや、これでしょ、これでしょ。いろいろ言うけどこれだよ結論。あのね、でね、配信が仕事かどうか議論なんてもうやっても意味ないよ。うん、配信が仕事なのかどうなのかっていう議論ってもう無意味、うん、無意味、うん、いやー、花火上げてごらん、100発ぐらい上げてごらん、めちゃめちゃ面白いよ。めちゃめちゃ喋るよ。そういうこと言うとドレさんが真似しちゃうのか。悪影響のね。これをネタだって分かる人はネタだって分かるけど、あ、こうやってやるんだ、こうやってやったらファンタスティック上がるんだってドレさんがね、メモメモっつって、ね、それ面白いね。収入がある時点で仕事っていうかね、あのね、サラリーマンとかアルバイトの人からするとそれを肯定できるわけないの。俺はただそれだけの話だと思ってんの。人間って自分が正しいって生き物、全員が
全人類はたまにいるんだよ。コッコって、コッコは違うの。私は汚いっていうの。コッコは特別ね、俺の中で。俺は汚いっていう、私はダメだって。そう、それがコッコなんだけど、コッコは置いておいて、普通の人っていうのは俺が正しい、俺が標準、俺はまともって考える。で、サラリーマンとかを一生懸命やって奥さんがいて子供食わせるのが正しいって思ってる人からすると、家の中でパソコンで好きなこと勝手に喋って200人に囲われてて収入が俺よりも高い、許せるわけないじゃん。恨まれるに決まってるじゃん、だからいいんだよ。俺を無職だって言わないと成り立たない人がいるんだよ。言わせようよ。こんなの仕事じゃねえよって言わせてあげないとダメなの、もっと言うならね、金の話なんか配信者するべきじゃないんだよ、金の話なんか絶対するべきじゃないの。嫌味なんだよ。だからなんだろうな、花火上がる人って金の話しないもん。それは分かってるんだよね。俺も気をつけないとな。そうなんだよね。素人芸に見えるんだけど、俺がねおすすめしてるのはね、人生でたった1回でいいから30分枠やってみてほしい。それで分かる、全てが分かる。一人を呼ぶ大切さ、100人の配信者に向かって過疎だって言えるのがいかに愚かか。たった30分、人生で一枠でいい。やってみたらどういうのが配信なのか全てがわかる。一回試しにラジオ放送やってごらん。30分喋り続けてごらん。いかにその配信っていうのが仕事なんだっていうのを一発で理解できるよ。ドレさんは和道が朝花火祭りだったから次の日朝から配信した純粋な配信者。俺ね、実はね、ドレさんって実は本人も気づいてんだよ。あ、俺って天然だわって多分コンプレックスがあるの。俺ね、実はね、ドレさんの一番素晴らしいところ言ってあげようか。今度は逆で、あのね、ドレさんってすぐ真似るの。学ぶっていうの、この学習の学ぶね、学ぶの語源って真似ぶなんだよ。あの人はそれを地で行くの。要は体感主義者の。そう、うまくいかないときはすぐパクるの。やってみよう、やってみよう、やってみようの。でもね、あのね、俺はそのそこじゃないっていうところ分かってんの。結局本人の道を見つけないといけない。真似部はいいのよ。だけどね、テクニックじゃないんだよ、ハートなんだよ。俺ね、あのね、これドレさんにはね正直面と向かって言えない、あの自爆で言わせてもらうけどね、俺ねドレさん大好きだよ。配信者として大好きだったというのが正解。あのね、ドレさんのこと好きだった人も全く同じ意見だと思う。ドレさんはテクニック捨てな、ハートが良かったんだよ。あの人はハートだけで語ってたの。いつの間にか小手先の配信者に変わったの。そう、昔はハートだけでやってたんだよ。それがかっこよかったの。俺は昔のドレさん本当に好きだったのはね、本当心意気だけで勝負してたの。そう、それがかっこよかった。もうね、テクニック一切捨ててたの。どうやったらこじれる、どうやったらリスナーが増える。今ね、テクニックの話ばっかりの。誰とコラボしたらすごい、誰々はこうやったら繋がったら俺はよく見える、どうやったら花火上がる。そこをね、全部一回捨てな。その時ドレさんは完全にリスナー全員囲いに変わるよ。それだよって。全部ハートだけでいけな。あの人はハートだけでやっていける人だから。それができる配信者はいないんだよ。そう、ハートだけに戻るべき。俺はそうだと思う。ドレさんがテクニック捨てた時、あの人強い人だから。うん、俺は本当にそう思うよ。うん、あの本音でハートだけでぶつかってきたら絶対伝わるよ。テクニックじゃなくて打算じゃなくて。それはみんな待ってるんだと思うよ。もう無理なのかもしれないけど、俺はドレさんがハートで動くようになったら絶対変わると思う。計算とか理性とかその一切捨てたらあの人は最強だと思うよ。
それはねもうね唯一ねその神会とかお約束がいらなくなるね。いらなくなる、すべていらなくなる。あのね、あんだけ声が出てないのにアンチに怒鳴ってたらね、アンチもさすがにもういいよって、今日は叩かねえよっていうぐらいの熱くなってほしいな。あの人熱いから、格闘技大好きだし、もう声潰れるぞっていうぐらいで、潰れてんのにもう血吐くぞみたいな。だって面白くない？だってさ、ガラガラの声でアンチだめーとか言ってゴバーとか言って血が吐いたら面白いじゃん。ゴバーっつって血が吐いて、うわーっつっててめえよとか言って、運営バンにすんなよとか言いながらさ、熱すぎる、もういいどれっつって、俺たちが守るみたいな、もう戦わなくていいみたいな、そういうのもいいかもしれないね。引く？いや俺はね、正直言うと鼻があるタイプじゃないなって、その決めつけてる部分じゃなくてね、すっごい冷静にね分かったの。あのね、昔は要は売名してた頃って何をやろうとしてたかって、俺が回してやる、俺が大手になってやるだったの。ある日気づいて、あ、リスナーさんって奪うものじゃないっていうことに気づいたの。他から取るっていう感覚だったの俺は。他から奪う、他から奪うしか考えてなかったの正直ね。これ本音よ。取ってやる、橋本くんのリスナー取ってやる、みどりさんのリスナー取ってやる、えみさんのリスナー取ってやる、こういう感覚だったの俺は。これ本当に恥ずかしかったなって、もう若かったからしょうがないの、本当にそう思ってたの。でもある日気づいたの、この人たちってあの配信者誰々が好き、これの人だけ好きっていう人はごくわずかで、配信会全体を楽しんでるんだって、俺嫌われるわって気づいたの、このやり方してたら。だって好きな人のところから取ろう取ろうとしてたらダメだと思って、そうじゃなくて配信会全体の中で和道っていうキャラクターとか役者とかがいる、でこの和道単体が好きな人にとってはこの人が主役だけど、全体から見たらその脇役でいいんだっていうことに気づいた。だからそのコラボとかもすごく注意するようになったし、相手を引き立てる、今日の主役は誰なのかっていうのはすごく考えるようになった。昔はそれこそ全部俺がかっさらってやるっていう気だったの。お前らよりおもろいわっていう。やっぱね、新人にねそれされたら嫌だよ、うん、リスナーは巡回するの。その時に引き立てた時に、その逆に言うとね、これ面白いんだけど、この人が主役だ、この人が面白いから今バックアップしようっていう流れを組めるようになると、本当に目のいいリスナーさんはこの人気が利く、そういう風に目利きができる人っていうのは人を育てることができるし、本当に目が肥えてるから長いのよ。だからね、そこは打算とかじゃなくて後付け論なんだけど、やっぱりそうやってやっていくのがいいと思うよ。うん。あ、それはね、カリスマ金梅さんはすごかったの。ピンでガーってのし上がってたけど、今後輩育ててんのはそれだよ。多分配信会全体のこと考えてんの、金梅さんは。俺だけじゃもう無理だって、こんなの減らって死んじまうわとか自殺しちゃうわって、そうじゃなくてもっと全体のいろんな人がこれをできるようにしないとってやってるんだと思うよ。そんな大げさに見てないよ、みんな暇な時に見てるだけ。お、俺もそう思うよ。いや、俺も今暇だから適当に言ってるだけだから。俺も暇だからなんかそれっぽいこと言ってるだけだよ。花火ください。伸びしろある配信者はリスナーが育てるもんだからな。うん、そっかっつって分かり合えた。うん、そうそうだよ。そう、なんか後付け後付け後付けをし続けた結果、あの肉付けがなんか矛盾しまくってるから嘘になっていくの。その日のテンションで適当に喋って肉付けされまくってるから嘘が積み重なっていくの。そう、人はね矛盾を嘘と言うんですよ。そう、 A と B と整合性が合わない時、 A と B をだって別々に組み立ててんだもん、整合性なんか合うわけねえだろバカ野郎って。
いや花火くれはちょいちょい言うよね。この話おしまいっつったって次のネタが来るまで引っ張ってるだけだよ。分かってないね本当に。次の話題が来るまで俺引っ張り続けてるだけだよ。いやドレさんの話を1時間なんで引っ張ったのかっつったら次のネタが降ってこないからだよ、コメント欄に。でたまたまコメント欄がシフトしたから配信会全体のこととかになったから配信会に変わっただけで、この話終わりっつったら俺もうずーっとこんな感じだよ。いいの？いいの？いや、そういうもんだよ。雑談配信ってそういうもんだよ。そしたら他に行くだけ？それはやめて。それだけはやめて。あ、いい、いい。99号さんね。これはね、これはマジな話なんだけど、台本だろってコメント欄に発した時、俺は手応えを感じる。台本だろって言われてる時の方が、放送が面白いっていう評価だから。要は本当か嘘かわからないから台本だろって書いてんの。いや台本じゃねえだろ。要は議論が巻き起こってる時っていうのは本当に乗ってる時。要はね、台本なのか台本じゃわからない時、台本だろっていうコメントがあった時は神回に近い時なんだよね。そう、あのね、台本にはならないっていうかね、リスナーさんが考えてる台本と俺らの台本っていうのはちょっと違うんだよ。リスナーさんが思ってるようなね、脚本打ち合わせは存在しないの。ただそうじゃなくて、経験と経験、配信者の経験と経験だけで、その役者なんだよ配信者って。でどの芸の引き出しを持ってるかで、その引き出し勝負をするの、いきなり。でそれが台本っぽく見えるの、引き出し開けた瞬間に、開け合った瞬間に。だからリアルはリアルなんだけど、即興芸の、即興芸に近いから、だから分かりやすすぎると、あ、台本だわってなるし、あの、綿密なね、打ち合わせをやってるのはツバニャンぐらいじゃないの。そう、お約束みたいなもんなんだよ。そう。で、本当の神回っていうのは台本を超えるんだよね。うん。いや、だからツバニャンはまずそういうタイプなの。書く、脚本かな、あの人は。書くの。で、その脚本がまあまあ面白いんだよ。その脚本がまあまあ面白いんだけど、ただ一個だけ消せないのは、あの、最後は悲劇のヒロインで終わるのね。なぜか知らないんだけど、なんかね、あの、脚本の筋ってあるじゃん。なかなかいい台本書くんだけど、最後のオチはまたこれっていう。私かわいそう。なんで私こんなにいい人なのに。なんで私のこといじめるの？みんな嘘つき。みんな私のこと嫌いなんだっていう、なぜかその台本になるのね。で、続くっていう続編がまた新しいので、なんか橋田壽賀子みたいな。わかる？なんかね、その、NHK の連ドラみたいなさ、もう、トラさんとかさ、お約束みたいなんだよ。どうなんだろうな、キツネ枠でリスワン9位。まあいいんじゃない、デイリー7位だから。うん。配信見るだけで飽きるよ。まあまあまあ飽きるだろうな。配信を10年見てんのはのりこぐらいだろ。香川さんはね、悟ったね。香川さんの賢いところっていうか、あの人はね、FC2 時代に地獄を見て、要はとんでもない大手からとんでもない過疎まで地獄を見た時にね、
あの人はね、多分ね、俺はね、こう考えたんだよね。俺が香川さんをシミュレートした時に、多分この人を出したことはこれだって。配信を武器に実業やんなきゃって。それがまあ当たったんだよ。だからね、バーをやったっていうのとビットコインに走ったっていうのはね、心のバランス取ったんだよね、多分。要はスーパースターだった俺、でも FC2 で一回ダメになった。どうしようって言った時に、他のことをやろうっていうタイプだったんだよね。だからね、余裕が出てきたんだと思うんだよな。逆に言ったら、その配信者のプレイヤーと、俺でもね、あの、横山みどりさんが浮気した時の写真のキラーパスをやり合ったの覚えてる？ネルさんと香川さんが、みどりさんの写真のキラーパスを渡し合った時の配信の、あの神回の作り方を見た時に、あ、この人プレイヤーとしてめちゃめちゃ優秀だと思ったよ。あの人じゃないとできなかったと思って、みどりさんをいじるっていうのってすっごい難しいの。もう本当に難しいんだけど、それを見事にこなしたから、あの人は本物なんだけどね。あれは神がかって面白かったもん。あれすごかったよね。あの、ネルさんとお互いにその、ネルさん巻き込んでいくあたりとか、小出しに行く感じとか、あれはね、香川さんじゃないとできなかったんだよ。みどりさんっていう大御所をいじれるっていうのはすごかったよ。で、まあ、みどりさんにうまーく振って、みどりさんがスパッて落としたでしょ。プリン食いながら。不倫、なんか普段飯食わないんだよ。飯雑とか一切やんないのに、なんか音だけくちゃくちゃ言ってて、ガサガサ言ってて、パッて画面ついたらみどりさんがプリン食べてんの。で、最初、プリンってなったの、リスナーが。なんでプリンってなった瞬間、1分後に、不倫だ不倫プリンだって書かれたら、不倫プリン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 ってなった。あの感じはすげえと思ったよ。あ、この浮気をネタに変えるんだと思って。あの不倫プリンで落としたのはすげえと思ったのよ。あれは横山みどりがレジェンドっつうか、ミスターニコ生って言われてんの分かった気がした。うん。あの、なんつうの、ネッサン、香川さんじゃないと、あそこまで振りが効かなかったし、あの、もう、炎上しかない振りの流れから、みどりさんはスパッて落とすんだっていう。しかもその不倫キャラを定着させるっていう流れまで持ってってるから、まあ、化け物だよね。まあ、そう、達彦の嫁。そう。それが達彦の嫁っていうのがまたすごいけどそうなんだよね。そうなんだ。今俺達彦ゆうゆうだっていうことを忘れてたわ。そう、それが今の達彦の奥さんなのそれを全く生かさない達彦もすごいけどね。だから今えーって言ってる人も多いんじゃん。え、そうだったのって、ほら、えってなっちゃうんだよ。だからマジかってなっちゃうんだよな。そう、それを生かさない達彦なんだよ。そう、まあまあデリケートな話題だから生かしづらいよいや、マロンじゃないよ、ゆうゆうだよ、うん、そう、あ、そっか、それを知らないのか、みんな。そう、だから配信って長く追っかけていろんな人見ないと繋がらないんだよ。うん、マロンはその後の浮気、なんか浮気相手って 3,4 人出てきてんのよ。だからイメージだと追っかけてたら面白くないの。あのね、暗黒生放送ってすっごく面白いんだよ。みどりさんの放送って面白いんだけど、初見が見れないの。初見がついてこれないの。なんでかっていうと、歴史があってそれをすごく緻密に組み立ててんの、みどりさんって。要はすっごい頭がいいのね、あの人って。で、そう、連ドラっつうかね、前作を見てないと、もうシーズン70巻とか60巻とか80巻とか、それくらいのボリュームがあるから、なんつうの、見づらいんだよね、多分。初見が入りづらい。みどりさんニコ生しかしてない。マスク取った顔がさらされた時は誰が相手だった？いや、もう多すぎて追っかけられてないね、俺は。もうみどりさんの放送大好きなんだけど、もう無理だと思って。これ一生かかるわって、このゲームって。あの、暗黒放送はね、もう長いのよ、リスナーが。もう無理無理、追っかけらんない。
花火もらって裏話とかしないんだね。花火もらって暴露話みたいなの。俺ね、暴露ってね、信用一番失うからダメなんだよね。俺意外と暴露話しないよ。あいつは裏でこうだったっていう話一切しない、一切しない。あのね、俺やられたら一番嫌だから。うん、俺意外とやらないでしょ。やりそうで捨て頃頑張ります、ありがとう。嫌なんだよ、絶対人としてやっちゃダメだから。逆に言ったらね、そんなことやるのってもう二流三流なんだよ。要はそれって週刊誌的なやり方でしょ。作家じゃねえじゃん、わかる？週刊誌、要は人様のネタに乗っかって写真パシャって撮って、こいつらこんなひどいことやってますよって、それは数字取れますよ。だけど週刊誌の記者にはなるんじゃなくて、俺らは芸能人の方にならないといけないんじゃないの？俺らは写真撮られる側にならないといけないんじゃないの？なんで配信者で週刊誌側が出てきてるの？俺は本当にそれ思うよ。昔はみんながみんなタレントで、タレントがたまに役割的にその文春になったりしてたの。みんながぐるぐる回してたの。そう、今日はお前嫌われ役な、俺が写真撮る側なって。それがいつの間にか写真撮るだけのやつが現れたの。もう俺はそんなのプレイヤーでもタレントでも何でもないと思ってるよ。配信者じゃないよ、そんなの。そんなの配信者じゃねえよ。うん、俺はだからなんつうの、写真撮らねえよ。写真撮られてえから。ただね、俺の弱点はスキャンダルがないんだよ。花がないから。週刊記者が写真撮りに来てくれないんだよ。人気ないから。わかる？人気ないから誰も撮りに来ないんだよ。いや、あのね、鮫島さんとアメリカ人はネタ作ってるから、あの誤解しないで。鮫島さんはプレイヤーがメインだから。ただ週刊誌的なこともやります。でもプレイヤーとしての顔持ってますから、鮫島さん。アメリカ人はネタ作ってるから。ここでアメリカ人に鮫島さんの悪口っていうの大間違いだよ。鮫島さんはうんこ食ってるんだよ。真冬の川に飛び込むんだよ。そんなカメラマンいねえから。まあカメラマンも得意だけどね、うん、だけど自分でプレイヤーとして実績を残してる人はやっていいんだよ。うんこ食えるカメラマンだからね。うん、花火投げれなくてごめんねっていうのは言わないで。それは俺は花火だけで配信やってる男だって言ってるので一緒だよ、99号さん。うん、それやめて。花火投げれなくてごめんねっつうのは、俺は花火のために配信、俺は花火のために配信やってる男だと思うのかよな。おい99号さんよ、おい、俺が花火だけの男だと思ってんのかよなあ。言っていいことと悪いことあんじゃねえのか。俺は見てくれてるのもさ、応援だと思ってるし、コメントを書いてくれるのも応援だと思ってるよ。花火投げて投げれなくてごめんっていうのはさ、花火投げれなくてごめんっていうのは、俺が花火欲しいために、花火欲しい、花火ちょうだい。うん、はい、うん、花火欲しい、花火欲しい、すいません。いいね、ここで花火投げれなくてごめんねって言ってくれるリスナー分かってるね。ここで本当は全員が花火投げれなくてごめんねって言わないといけないんだね。78号はコメント前ね、ここでね、心底ね、花火投げれなくてごめんねって。ここで言うのいいね。ちょっと長かったね、うん、花火投げれなくてごめんって。こういうのいいよね、うん、アホっぽいよね。うんうん、花火投げたからないんだ、もうごめんねっつってね、ありがとうね、うん、ニコ生的だよね。そう、あのね、ニコ生のいいところっていうのが、 なんか知んないんだけど、リスナー側がリスナーを笑わしに行くの。ここがすごいんだよ。
配信者は実はね、配信者はネタ投下だけやって、リスナーが他のリスナーを笑わせようとすんの。そのね、心意気がどっかにあるんだよ、ニコ生リスナーって。でもね、そういう人今いないな、ニコ生にも。な、唯一ここにいて嬉しかったよ唯一ここでこの流れで花火投げれなくてごめんねっていう、これは俺に言ってるんじゃなくてみんなに言ってるのよ。そう、みんなこうやってコメント書くんだよっていうかさ、そう、リスナーがリスナーを笑わしに行くっていうのが俺大好きなんだよね、一度も投げたことないけどごめんねっつって、投げろよ、投げろよ投げろよ。そう、ニコ生はね、コメントでコメントを笑わそうとするからね、えげつないんだよ。そう、でもね、今のなんか他のふわっちとかキャスとか見てると、俺すごいっすねみたいな、俺は誰々さん好きっすよ、すり寄ってく傾向にあるから、なんかそれ面白いのみたいなそれ見てて面白いかみたいな、何々くんかっこいいかっこいいとか好き好き好き、うーん、違うだろう、違うだろう、これからも投げれなくてごめんね、未来も未来も。俺初めて使ったよ、32年間生きてきて未来もこれからも投げれないんだ、確定形だったね、未来確定形って初めてだよ、未来確定形っていう日本語が出てきたよ今未来も投げねえのかよ、未来確定形かよいいわもう投げなくて、金ねえよな、俺もない。そう、いやー難しいよ、難しいよ、難しいよ。和道以外にも投げないからごめん。あ、それリアルなやつじゃんそれ本当のやつじゃん、ん？本物の花火で狙い撃ち、やめて、ロケット花火、本当に飛ばなくてごめんね、全体目線それ生主目線じゃん、投げる人を叩いたらダメだよ、あのね、投げる人を叩くって投げる人を叩くってなんだろうな、なんだろう、なんか相撲でカンカンカンってやって、こう、あの、こうやって回るやつに破る客がビリビリ破くとかでしょ、絶対ダメでしょ、お前らがやってんのそれだよ、なんかあの、なんだろう、あのライブ、ライブのライブのグッズコーナーあるじゃん、 T シャツとかパーカーこちらでーすってやって、グワーって行列並んでるやつらをひっぱたいてくみたいな、パーンパーンガシャガシャーン、それはダメでしょ、そういうことでしょ何って、やめてやめてってなるでしょ、そうなるでしょ、金払ってる人はダメでしょ、他の例え、あの、次のお客様どうぞ、ピッピッピッ、1098円になります、バーンみたいなバカーン、犯罪でしょもはや、ただのただの声優って イオングループではない、知らない、疲れてるね、だ今日何時間放送やってると思ってんだよ、夏に花火見に行こうね、はあ、花火か、花火いいよね、花火大会好きだよ、最後のは匠さんにカットしてもらおう、最後のは良くなかったな、ライブ、ライブのグッズのガシャーンで終わりにしてもらおう最後のコンビニの例えは全然よく分かんなかったから、はい、今北産業か、なるほど、いらっしゃい、
配信儲かれば花火あげるわ。いや、あのね、人からもらった花火を誰かに渡すっていうのは絶対やめた方がいいと思うよ。あのね、リスナーさんはあなたに良くなってもらいたくて花火を投げてるんですよ。あなたがうまい飯とか配信でうまい飯食ってありがとうって言ってるところを見せな。その金じゃなくて、なんだろう、なんかの少なくてもいいから、あなたが稼いだ金、まあまあ配信でもそうなんだけど、俺は他の人に花火あげらんねえから、俺はリスナーさんからもらった金は全部自分の私利私欲のために使うって決めてるから、あんまね、その配信者の人から配信でもらった花火を俺に回すっていうのはちょっと違えんじゃねえかなとか思ったりも、天才とは何？いい質問ですね。努力を楽しむ人、努力を努力と感じないで楽しみ続けられる人が天才。ちょっとマジレス、アドレスさんマンスリー入ってきた。いやいや、うまくいくでしょ、大丈夫でしょ、はい、今北いらっしゃい。今北っつって1号かよ俺の枠に一番最初に来た人が今来たんかい、すげえな。デイリー9位誰が、うわ、デイリー9位ありがとうございます。デイリーランキング9位です。みんなありがとう。いや、みんなありがとう、これは嬉しい。デイリー9位、デイリー9位すごくない？デイリー9位2回目だぜ。で、デイリー前回3位でしょ、やばくない？この流れ。みんなマジでありがとう。これはマジで嬉しい。これはマジで嬉しい。いや、みんなマジでありがとう、デイリー9位。いや、喋っててやりがいがあるよ。なんか認められた気がして。いや、嬉しいわ。ありがとう、マジで。いや、嬉しい、嬉しい。38号さん、ありがとう。マジで？おー、38号さん、おめでとうございます。いや、嬉しいね。嬉しいね。わお。いや、嬉しいね。嬉しいね。こんなトップ10にね、なんか連日入るようになるなんて、みんなのおかげだよ、本当に。いや、あのね、本当にのんちゃんに言われてんだよね。和藤さん死ぬかもよって。本当に。なんか事故るかなっていう。どうなんだろう、過疎とか大手とか閲覧人数じゃなくて、今いる人ととことん楽しめたら勝ちだっていう感覚の方が面白くない？もうね、要はね、結果論なんだよ。今過疎ってる、今閲覧が増えてるっていうのは結果論なの、俺にとって。つまり過去積み重ねてきたものの今なのね。で、今をとことん楽しめたやつは3年後の大手になるに決まってるでしょ。だからもう過疎とか大手とかいいやって思ってんの。結果は後からついてくる理論なんだよ。和道ちゃんをベスト5に入らせる？マジで言ってんすか？58号さん。ベスト 5？ いや、厳しくねえか、ベスト5は。いや、引き寄せてるっていうかね、ちょっとね、ここ2月に入ってからほんと配信論は激変したよ、俺の中で。ちょっと悟ったね。あのね、ちょっと人間としてと配信者としてセットで、なんか手応えあるよ。手応えあるっていう言い方変だな。なんかね、見えた。その、あ、こういうことなんだ、世間とか、世の中とか、人の心理とか。要はね、あの、考えなきゃいけないことと考えたらダメなことが分かってきた。要は、これを考えてもダメだっていう。そう。俺は、俺の仕事、俺が考えないといけないのは、今、リスナーさんとどう楽しむか、一緒にくだらないことをどれだけ本気でやるのかだけ。どれだけ本気でくだらないことを向き合えるのかっていう。超究極の暇つぶしのプロにならないとダメだと思った。今更だよ。今更だよ。遠回りしたよ。渋会。渋会だと誰かな？また減らってきてる、誰が？いや、5年間配信して今月の気づきは結構深いよ。もうこれは揺るがないものだよ、なんとなく。
いや、くだらないことにね、情熱を注ぐかなんだよ。俺ね、小学生の頃思い出してもらいたいんだけど、あやとり、けんけんぱ、かんけり、鬼ごっこ、すっげえくだらないじゃん。じゃんけんとか。だけど、これが楽しかったっていうのは本気でやってたからだと思うの。鬼ごっこを本気で追いかけて、本気で逃げたら楽しいんだよ。わかる？この理論。本気で逃げたり本気で追いかけるとただただ面白いということに気づいてきたの、だんだん。だからくだらないことっていうのはじゃんけんとかさ、縄跳びとかと一緒に雑談もそうなんだよ。部屋の中で喋ってるのには違いない。くだらないことかもしれないけど、これがまた面白くて、本気で喋ると何かが見えてくんの、うん、本気で。そう、くだらないただの喋りでしょ、そうだよって。でも俺は少年のように、あの頃のように本気でやってるんだよって。恋愛もそうでしょ。本気で誰かを好きになるから本気で傷つくんでしょ。いや、だからさ、面白いと思うよ。あの、東京ドーム貸し切って、配信者本気鬼ごっことかやったら面白いと思うよ。大人で全力で走るみたいな。来月も続くかな？どうだろう？それは、なんだろうな、リスナーさんが、ね、俺のこと応援してくれるか、こいつはダメだって思うかだから。うん。俺は楽しむ。今いる人。悔しいけど俺も楽しい。いや、楽しんだもん勝ちだよ。うん。貧乏とか金持ちとかじゃなくて。いや、だって貧乏人も金持ちもいっぱいいるもん。でも全員でなんか楽しむっていうことはすごくシンプルだと思うよ。すごくシンプルだと思う。うん。お金がなくても楽しめるっていう、そこの究極系だから。うん。来月も続くでしょうっつってね。わかんない。わかんないけど、俺はとことんみんなと楽しくやっていきたいね。で、その、まあ、10周年とか配信とかになったら、10年間をみんなでゲラゲラ笑う枠とかやってみたいね。うん。アホだよ、アホだよ。うん、まあ、配信だけではない。配信だけではない。そう。そう。配信だけじゃない。そう。おのおのがそうだと思うの。料理もそうだし、掃除も洗濯もそうだし、何でもそうだよね。俺は最近そんな感覚よ。うん。もう、要は配信で死のうかっていう。いや、あの、言っとくけど、明日考え変わるかんね、俺は。そこは、あの、今、こう感じてるよっていうことだから、明日も、1年後も、10年後も考え方変わる。で、今の俺の気持ち。配信で死にたいっていう。配信で遊んで、配信で死にたいっていう。ありがとう、58号さん。だから盛り上がってるっていうか、楽しんでますよ。はい。118号さんいらっしゃい。いつか誰も来なくなった時っていうのは新しい何かが始まった時じゃないですか。うん、そこを楽しめばいいんじゃないですか。配信がこの世から全てなくなった時っていうのは、配信を超えるコンテンツができた時ですよ。その時はその時で楽しみましょうよ。うん、花火打ち上げる練習するんだ。デイリー9位なのに、なんで花火くんないの？おめでとう花火がないけど。おめでとう花火は。テルのところとかアイラのところはおめでとう花火とか、ない。分かってきたね。花火投げなくてごめんねっつって。だんだん分かってきたな。うん、ありがとう104号。だんだん分かってきた。うん、だんだん分かってきた。花火投げなくてごめんねっつって。だんだん分かってきたわ。うん、ありがとう。ああ、ごめんごめんごめん。58号さん。ありがとう。グレート花火ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ここはね、花火投げなくてごめんねなんだけどね。うん、世の中舐めてるのかどうか、どうなんだろうな。世の中を舐めてるかどうかか。世の中を舐めてるかどうか。生粋の花火師だ。
世の中を舐めてる舐めてるように見られてもしょうがないっすよね。うーん、62号さん、62号さんじゃなくて誰だっけ、誰が言ったんだっけ、世の中舐めてんの62号さんか。62号さんね、舐めてるか舐めてないかで言ったら舐めてるように見られてもしょうがないよ。だってさ、なんつんだろうな、まともな生き方じゃないもん。俺はほんと幸せに、普通の幸せが手に入るとは思わないよ。そのなんだろう、娘が生まれるとか結婚式とか娘が成人するとか娘が結婚するとかあるじゃん。なんか孫ができるとか、ありきたりな定年退職金をもらうとか、それはない、それはないの。そう、みんなの幸せ、みんなが当たり前に手にする幸せは捨てたのね。それが代償かな、舐めてる代償。明日ホームレスになるかもしれないけど舐めてるかもな。でも俺には普通の幸せがないのよ。同級生と楽しく、お前今何やってんだ、仕事うまくいってるのかとかいうトークはないんだ。同窓会に行けないような生き方してるの。だから舐めてるかもしれないけど、その俺にはそのみんなが普通に手に入る幸せっていうのは捨てたのね。だから一応等価交換だとは思ってるのよ。一応そのしかもその賭けには出たわけよ。そう、今みたいにね、配信で食わせてもらえるかわからないけど賭けに出たのね。結構リスク取ったつもりなんだ。だから舐めてるように見えるかもしれないけど、どうなんだろうな。舐めてまーす。はい、はい、舐めてまーす、舐めてまーす。あ、入れ墨入れてるの怖い。まあ入れ墨っていうのはそういうことだからな。仇な生き方はしませんっていう証明だから。怪しいものっつうか変なものに興味は湧くよな。怪しいっつうか変なものじゃない、変なもの、なんか変なものは興味湧くよ。名前なんで変わったの。もともとね、和道って響きなんだよ。あのひらがなっつうか音的な響きで、和で始まる音で、なんか面白い名前ないかなと思って、で和道って面白いなと思って、で漢字で当て字で和道ってやったんだけど、我が道の方がなんかそれっぽいなと思って、あ、俺はなんかに取りつかれてるって言ったら取りつかれてるんだよ本当に。だって配信一日やらないとそわそわするんだよ。もう病気なんだよ本当に、本当に病気なの。5年間そうやってたから、もう体が許さないの、配信をつけないとそわそわするっていうか。だからなんだろうな、取りつかれてるんじゃないの。ネット依存症だろうね。まあ、あの病院に行ったら絶対ネット依存症って診断書は出る自信はあるよ。絶対出るよ。俺が悩んでます、困ってますって、ネットが1日12時間やめられないんですって、トイレに入るときにスマホがついてないとそわそわするんですって言ったら、ネット依存症って言われてるよ。あー、和道流継承者は俺やめてほしいな。あれなんか便所さんが考えたのか、キャスリポさんが考えたのかな。あれはちょっとよく分かんなかったから、最悪の詐欺師とかがいいな。最悪の詐欺師和道とか言われたくない？それ良くない？最悪の詐欺師って良くない？なんか思いっきりヒールな感じで出してもらいたい。直樹兄さんが多分ヒーロー系のキャラクターとか愛され系だから、思いっきりヒールな紹介してもらいたいね。それで良くない？ネットがない時代に生まれてた和道さんどうしてましたかな。なんだろうな。古い時代に生まれてたこの人たちかっこいいなって思うの、出版関係の人たちかな。ジャーナリストとか物書きっていうかね、その小説家みたいな物書きじゃなくて、なんかその
なんだろう、出版関係で何かを追っかけてて面白いネタ集めて文章にするみたいな生き方の人はかっこいいなと思うね。だからなんかその映像関係とかその出版関係とかに憧れたとは思うよ。はい、慣れたかどうかは別問題として。いやだから、いや俺が困ってるって病院で言ったら確実に診断書書かれてるだろうけど、俺は別にネットで困ってねえからな。いやコンタクトじゃない、裸眼。だから宗一郎さんとかめちゃめちゃかっこいいよね。あの人だって日本初めての AV 男優だからね。あの人すげえ面白いよ。なんで嘘つきなんですか。なんでなんだろうね。視力めちゃめちゃ悪いね。こうやってやんないと見えない。だからコメントが来たらこうなるのねえ。ケロさんに名前呼ばれるなんてすげえ光栄なことだから、人生でほんと一回あるかないか、それこそプロレスファンからしたら羨ましいわワドってね言われるような、人生一回あるかないかのことだから、なんかねかっこいいのがね。え、視力って上がるんだ。どうやって上げたの？島津家はマジですよ。はい、島津家っていうかその分家だから本家ではないから、山辺に鳥に津波の常。そう、新日本のケロちゃんが捨て頃のリングアナウンサーだからケロさんに呼ばれるんですよ。まあでも一代の恥でしょう。先祖が侍だろうが大名だろうが生活保護で前科三犯だぜ。でしまいには配信者だよ。泣くぜ先祖が。何が悲しくて侍の末裔がこうなるんだって話でしょ。だから血なんか関係ないよ。努力したやつが勝つんだよ。だから家の制度なんか取り壊して正解だったんだよ。詐欺をしたのはね、あんまりね言い訳がましくなるから、やっぱ自分を肯定する生き物だからあんまり言いたくないんだよ。俺も結構何回か言ってるんだけど、どうしてもさ、そう、俺はこういうことだったんだっていうことになるけど、事実、そう、おばあさんが騙されちゃったのは、騙されたのは事実なんだよ。だから、もうなんかあんまりいいよ。そう、言い訳をしたくないかな。俺は学ないよ。あ、9位ありがとう、35さん。ありがとうございます。ありがとう、2号さん。アムウェイはやってないよ。あのネットワークビジネスをやってたの。儲かってたっていうか、不労所得で生活はしてましたよ。だって事実だもん。だって裁判で裁かれて俺はその罪を認めてるわけだから、あったことは事実だから、なんでやったのかっていうのは裁判記録とか見たら出てくるからね。だしその美化してると思われたくないからな。いやだから学がないですよって言ってんじゃん、39号さん。俺は中卒で学がないですよって言ってない？なんでそれが学があるふりなの？それがよくわかんないんだけど。学のあるふりしてる？中卒だっていうのが。人生終わったとは思わなかったけど、刑務所でやり直さないとなっていう気持ちはあったな。まあ1年間2年間が世間とは別の場所にいる、隔離されるわけだから、いろいろ人生やり直さねえとなっていう感じかな。服役はしてない。普通に仕事してたらっていう感じじゃない。それとはまた別の、あのね、あの自営業やってて、その手伝ってくれって言われたの。そう、信頼ができる人から。でそれが思いっきりその手伝った仕事が詐欺だったの。
だから簡単に言うと、俺がその電話をかけておばあさんを、自分でプラン考えておばあさんを騙して600万円奪って俺が使い込んだみたいな印象があると思うんだけど、手伝った仕事手伝ってくださいって、知り合いの知り合いの会社が困ってるっつって、あ、いいよって言って手伝いました。で、600万円その会社に入れました。で、半年後いきなり警察がドカドカって、お前分かってるなっつって、何のことっつって、そのまま逮捕で、どの県のどの県にどの県にお前いただろうって、あ、いたいたいたっつって、何々っていう会社のどれどれっていう案件でしょっつった、それ詐欺だから、だよ、刑務所に入ることはかっこいいことじゃないよ。刑務所には行ってない俺、アムウェイの商品俺一回使ったことあるんだけど、リスナーさんがアムウェイをやってて、で、洗剤を買ってたんだけど、すごく良かったね、いや、ダメだから逮捕されてんの。値段は高いですよ、ビットコインあれからどうなったのか知らない、全く見てない。ビットコインどうなったんだろうね。説明が長い割にダサい話しか聞こえないのは何でですか。あなたが俺のことダサいと思ってるからだよ。いや、だから主犯が捕まらないのは悔しいよな。だって俺ヤフーニューストップになって、で、世間的にすごいその叩かれたのに、20億、要はその詐欺っていうのは20億の本ちゃんのグループのやつは捕まってないのよ、それはすごいよな、あ、今ビットコイン120万ぐらいなんだ。主犯は捕まってないと思うよ、俺が知ってる限り。とりあえずそのネット上には載ってないね、その後、ヤフーニュースまだあんのか知らない、いや、家族に影響出たかどうか知らない、もう縁切ってたから、信託受益権詐欺って出てくるよ、ワード詐欺で出たら捕まってる捕まってる、そうそう、そういうこと。127号さんが言ってるのがもうそのまんま、要は簡単に言うと末端なの、出し子って言われるやつなのね。で、末端で売られたの、そう、そういうこと。もう127号さん、要は詐欺師なんて大それたもんじゃないのよ、ただのもう雑魚キャラなの、今でも殺は話されますか。あ、警察の人はね、逮捕されてから1年後1回だけ電話かかってきた、で、誰々が逮捕されたぞっていう、そのお前の話でその捜査協力してくれたから誰々捕まえることできたわって言って、で、もしかしたらちょっと関東でもう一個ガサ入れるから、その時ちょっとお前のこと寄るかもしんねえわって言われた報告は1回だけ来た、受け子っていうのか出し子じゃないのか、捨てられたっていうよりも共謀罪っていう罪名なんだけど、俺その組織の人間誰一人知らないんだよ、名前も知らなければ会ったことあるぐらいで、それも偽名でしょ多分。だから俺だけ本名島津って名乗ってたからバカなんだよ俺詐欺グループのやつみんなさ、田中とか伊藤とか嘘つくわけじゃん、俺だけ本名名乗ってんの、アホでしょ。だからその共謀罪っつってもそれも共謀になるんだよ。まとわりつくような話し方はもう癖だからな。だってあれ現役の子たち18歳だったんだよ。18歳で6人で20億やったんだよ、その電話かけてたやつ、被害者ではないよ、それは間違いね、加害者間違いなく、そのそれはその裁判の時に相当揉めたんだよ、要は俺知らねえよっつったんだけど、でも結局そんな通らないんだよね。で、俺もいや俺加害者ですって認めてるから被害者ではない、
いや、被害者ではない、うん、あのおばあさんからしたら、それね、警察の人がうまいこと言ってて、お前がいなかったらおばあさんにとってお前は何だって言われた。お前がいなかったら600万円取られてねえよなっつって、そりゃそうだわっつって、うんうん、おばあさんは80いくつだったね。俺だから10分ぐらい話してんだよおばあさんと。こういう件でこうでこうでこうですよね、こうですよね、こうですよねっつって、書類全部見せてもらって、パンフレットサイン全部確認してるんだよ。詐欺師和道入場で捨て頃2のアナウンス入れてね、絶対俺が決定権ないから、うん、まあプロモーション上無理じゃないのねえ。テレビとか絶対免除さん意識してるから、詐欺師出してんのかよってなるんでしょ免除さんが断るんでしょそれ。そうだよ、俺がいなかったら、あ、違うんだよ。なんでこの事件が発覚したかっていうと、俺が取ったじゃん。600万円受け取って渡したじゃん。その後にその詐欺グループバカだから、さらに300万追加で取りに行って捕まったんだよ。別のやつが。で、別のやつが逮捕されて、少年院になって、俺の存在が出てきて、俺が逮捕された。で、周りが18歳の若者だらけだったから、俺が27歳だったから、お前が主犯だっつって大本営で警察がリークしたんだよ。それでヤフーニューストップになったの。だから600万円の事件じゃなくて20億の事件だったの。当時オレオレ詐欺グループの最大のグループだったの。で、俺が年齢が一番上だから首謀者だっつって逮捕された、あの放映されたの。島津家の恥、和道入場ね。あ、それだったらいいんじゃん。親父に怒られる、うん、そう。だからその和道がいなくても別のやつが取りに行ったっていうか、その後追加で取りに行って、その逮捕されて、現行犯逮捕されて、それで俺が次に逮捕された。銃刀法違反してるよ、うん、だからもう5年前の話だよね。5年前、うん、詐欺だと認知はしてない、うん、18歳の20億え、かなり報道されなかった。え、されたのそれされてんの。18歳の6人の詐欺グループ20億の事件で逮捕されたって報道された。されたんだったらもう主犯は逮捕されてる、うん、刃物他の犯罪歴？いや、だから、じゃあ、キーホルダーに、バカだから、これ本当にバカだから本音で話すよ。今はそう思ってないからね。当時の話をするよ。18歳の時に、カッコつけて、キーホルダーじゃらじゃらつけてんの。俺、チェーンとかつけるじゃん。あそこのキーホルダーのフックの部分にナイフぶら下げてたの。で、なんでって聞かれるんだけど、正直言うね、それがかっこいいと思ってたの。俺は当時。当時俺は、キーホルダーのところにナイフぶら下げてるのが、なぜかかっこいいと思ってたのね。で、六本木をそうやって、革ジャン着てこうやって、ジャラジャラ歩いてたら、君それナイフだよねって言われて、ナイフだよって言ったら、ダメだよって言って、行くよって言われたから、あ、行こうぜって警察署に行ったの。ただ、ただの中二病。うん、そう、おしゃれのつもりがそうダメだったっていう。これ本当ね、これ本当に恥ずかしいやつ。十徳ナイフっていうか、なんかこの折りたたみのナイフあるじゃん折りたたみのナイフあるじゃん、こんくらいの、あのサバイバル用のかっこいいやつあるじゃん、ガチャってやるやつ。あれが1800円ぐらいで、しかも超安いやつなんだよ、成田で買ったやつだから。そうそう、そういうクソダサいやつ、いたでしょ。っていうか、18歳の頃そういうのなかった、みんなに。逮捕っていうか、書類送検ってやつ。没収されて、だからね、正確に言うとね、若い頃だから多分前科になってないと思うんだけど、多分19だか20歳だか忘れたけど、そう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 。だから、みんな、銃刀法違反、詐欺、傷害事件って言ってるから、クソ悪だと思ってるけど、ただの受け子だし、ただの中二病の痛いやつなんだよ俺。蓋を開けたら、もう一つは障害なの。
そう。だってさ、銃刀法違反、詐欺、傷害って、その札付きの悪みたいじゃん。なんか知能犯もやって、銃とかナイフとかもやって、さらに傷害で人を傷つけてるみたいな、極悪じゃねえかって、全然しょっぱいよ。ただの中二病でナイフぶら下げてて捕まるアホだし、あの、なんつうの受け子だと知らずに受け子やってパクられるただの雑魚だし。そう。ただの恥ずかしいやつだよ。傷害、最後は。うん。傷害はまあ、まあ皆さんご存知の、ね、人と一緒に飲んでて、で、あの、絡まれて、あの、喧嘩が始まった時に向こうがタックル仕掛けてきたからカウンターで膝蹴り入れたらボッコボコにしちゃってで捕まったってだけ、うん、だから元カノ風俗落とした話とか AV 落としたっていうのをさっき説明したよ。そうじゃなくて元カノに風俗落としたんじゃなくて当時付き合ってた彼女がよく配信2人で映ってたの。そしたら画像検索とかでみんながその AV 職人っているじゃん。で特定しちゃってえ、お前これ AV 女優だよねつってリンク貼って、俺は本人の目の前でカチッってやったら本人の AV が出てきちゃって、俺は全く知らなくて、え、AV 出てたのって。だから AV に売ったんじゃなくて、彼女が過去 AV に出てた作品を晒されたんだよ。そう。それで本人が泣いて、出てないっつったけど、配信切った後に、ごめん出てたって言うから、いや、それは放送で謝ろっか一緒にって言って、謝ったっていう。そう。だから俺が売ったんじゃなくて過去出てた作品が晒されたっていう。だからなんかネットに書いてある情報なんか事実は事実だけど、その俺が売ったとかそのディティール、その受け子なんか600万円を俺が騙し取ったとか、まあ詐欺事件関与してるから、そこなんつうの本当の部分とみんなの想像の部分が8割で、事実は事実なんだよ。詐欺で捕まってんのも、その、彼女が AV 女優だったことも。そう。いや、それは言わないよ、もう。別れたんだから、そこを特定するのは良くないじゃん。でも、それは当時から言ってるの。当時からちゃんと言ってるんだよ。だけど、知らないリスナーが雑談たぬきとか見て、え、この人そうなんだってなってるだけなの。だからそういうのは言えないよ。もうお付き合いしてないんだから。認知してない子供いるのはいるよ。それもずっと全部話してるって、全部話してるって認知してないいるの子供がいるのも本当だよ。全部俺から言ってるんだよ。いやだからアンチがうまいのよあいつら。事実をもとに脳内ですごい悪いフィクションを組み立てていくの。ご想像にお任せします。答えろなんで一見自分下してる話し方をして結局は自分の自慢の話？子供の話始めてってだから、子供の話始めてっていやだから子供ができて俺は結婚しようって言ったんだけど結婚したくないって言われてで分かったっつって結婚しないでで働いててで生まれた時に生まれたよって LINE が来たからふざけんなっつって会いに行ったらもうあんたいらないって言われたっていう話だねあんた役立たずだからいらないって言われた。で俺は泣きじゃくってやだやだやだって言ったんだけどもうあんたとは無理って言われたの。はい。この今いくつだろう。俺自分の子供だと思ってないけどね、俺は育ててないから今多分10歳今多分10歳はい。いやだから俺は結婚しようって言ったの。あ、っていうかね、ちょっとね、変な言い方なんだけど、あのね、電話がかかってきたのね。で、子供ができたって、ボソって言われたの。ねえ、子
子供できたんだよ。つったら、俺ね、おー、よかったじゃん、おめでとう、おめでとうって。よかった、よかったって。俺は、素直に喜びを表現したつもりだったのね。よかったじゃんみたいな。ねえ、よかったねつって、おめでとうって言ったら、ブチギレられたの。てめえ、人事かよって言われて。え？ってなって、もうそっからぐちゃぐちゃだったの。結構。なんかね、俺は、なんつうの、喜びを表現したつもりでおめでとうって言ったんだけど、なんか彼女はそれですごい傷つけたらしいよ。よくわかんないんだけど、なんかすげえ怒られた。うん。なんで怒られるんだろう。うん。もう俺別に悪くないよね。うん。詐欺師っぽかったのかな。いやまあ結婚してたらまあ配信はやってないからな。俺は22歳だったと思うよ。多分ね。彼女におめでとうはないのかな。すげえ怒られたよ。将来のことがしっかりしてなかったんじゃないの。まあ働いてなかったからね、俺ね。俺働いてなかったからね、その時ね。まあ多分不安だったんだと思うよ。なんとかなるっしょみたいな。なんとかなるっしょみたいな。多分そこだろ。そこだろ。大丈夫っしょみたいな感じでパチンコ屋とか行ってたかな、その時は。いやクズなんですよ。はい。そう、いやまあクズっすね、はい、そうそうなんだよね、いやかなり怒ってたね。ですげえ別れたくないってダダこねたんだけど、もう無理って本当に言われたから、二度と会いたくないって言われた。いや仕事の問題はほらねえ、いろいろあるから、わ俺がだから働けないから、そう、働くことのどこが起きれないんだよ俺。朝定時に起きれないの。決まった時間に起きれないから、バイトバックレとか正社員バックレになっちゃうから、いや多分ないと思うね。多分ないと思うよ。俺の子以外の可能性はないと思うよ。DNA 的にはね。養育費とか請求されなかったのっていうか、もう二度と関わりたくないっつって、私が勝手に育てるっていう感じだ。とにかく、親だっていうことも言わないでくれって言われたね。もう知らないと。とにかく関わりたくないって言われた。実際和道の粉が DNA 鑑定となら確定できなくね。まあそうだろうね。まあだし育ててなかったら親じゃないでしょ。それってただの怠けだよね。そうだよ。そうだよ。起きれないの分かるでしょ。子供に会いたいって、俺子供の名前ね聞いてたんだけど俺覚えてないんだよね。俺ねその時子供の名前聞いたけど覚えてないから、気まずいから会いたくない。俺ね俺忘れちゃったんだよ。俺だから気まずくて会えないと思う。俺は無理だね。名前なんだったっけな。いやだからまあわかんないね。子供って言われてもわかんない。顔がね似てたらわかるかもしれないけど、俺覚えてないんだよね本当に。
卵味噌はもう初見で顔見た瞬間に好きだったね俺あいつのアンチでずっといいんだけど、あいつは俺のアンチでずっといいの、俺のこと嫌いで言い続けてほしいんだけど、俺はもう初対面で顔見た瞬間に俺はお前のこと好きだわって思った。すげえ興味湧いてたでしょ俺。俺あいつはアンチ、公認のアンチでいいやって本気で思っちゃったんだよね。あいつすげえいいやつだと思う。あいつに嫌われるなら全然いいやっていう感じだよね。卵味噌は俺好きだわ、しかしさ、自分の子供勝手に産んでもらって気持ち悪い。だから俺はその育てた人が親だと思ってるから自分の子供だっていう感覚がない、いや卵味噌あいつ面白いな、あいつずるいな、なんか俺卵味噌はあの、いや別に嫌われても俺知らないって感じだから、俺は好きって決めるタイプだから、俺はあいつ好きだな、別に あいつにアンチされてもいいやって思っちゃうの、あいつは公認でいいや、いや花火はいいよ別に。いや俺結構質問に答えてたんだよ、答えても明日同じことを言われんの。今雑談たぬきでは全く別のことが書かれてんの。今雑談たぬき見てごらん、あのね、もっと脚色されてるから多分。子供を捨てたエピソード、サイコパスとかなんかすっごいこと書かれてんの。で、明日また別の質問が来んの。俺は、なんつうの、誠意を持ってもう3年間ぐらい答え続けたんだけど、もう嫌になってくんのよ。嫌になってくるから、もう定期でやってほしいの。こいつは子供を捨てたサイコパスですって。前科って流れたら、前科の定期の人が欲しいの。ただのこいつは受け子のヘタレです。中二病でナイフつけて捕まったヘタレですとか、もう定期でやってみたいな。そう、もう何回も何回も同じこと言ってるとね、頭おかしくなるんだよ本当に。そう、名前はなんて読むの、三つ空名前なんて読むのこれ、三つ空っていうの、なんで子供の名前三つ空ってどこ情報、なんで俺が知らない名前をみんなは知ってんの、コーチューっていうの。俺名前思い出したかもしんない。ごめんリスナーさんありがとう。名前思い出したわ。俺今名前思い出したわ。名前思い出したわ。あ、ピカチュウっていうの。名前思い出したわ。いや言わない言わない、それこそ言わない、それは絶対言わないよ、ピカチュウでいいよ。はいはい、もう寝よ、もう満足したでしょ、楽しかったよ。まあまあそんなクズだから、そんな俺はクズだからさ、まあまあ、あのなんで働くのって、社会に出しちゃいけないんだよって答えて、もうね、ワドを働かせるなんてアホすぎるだろって、こいつはクズだよって、サイコパスだよって、俺らが餌を与えて帰っておかないと社会に対して不幸が起こるんだよってみんな答えてね、ワドは俺らが飼ってるペットなんだよって、隔離してるんだよこいつらをって、俺らは刑務所の監視員だって思っていいよ、もうそう、働けとか言わない、言いたくないでしょもう。島津ピカチュウ、じゃあみんなお疲れ、楽しかったよ、また明日、おやすみ、また明日フォローよろしく。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。